朝食を食べないで、登校する小学生やシニアを対象に朝食を提供している地域食堂に国際ソロプチミスト、今治が支援金を送りました。この日は国際ソロプチミスト、今治のメンバーがベック小学校内にある地域食堂朝風カマンを訪れ、支援金と56枚入りのマスク120箱を送りました。 ベック地域食堂朝風カマンは、朝食を食べずに登校する児童や地域住民を対象に、昨年2月から朝食を提供しています毎週月曜日の朝7時から8時半の間開設していて、小学生は50円、中学生以上は100円で、おにぎりや味噌汁など朝食が食べられます 国際ソロプチミスト今治は女性や女児の生活向上のために活動する女性のボランティア団体で昨年度は家庭で余っている食べきれない食品や保存食を今治市社会福祉協議会に寄付していて食の支援活動を続けています。朝風カマン様がとてて、も活発にに地域に根付いて あのおりますので少しでもその,あの資金の援助ができればという趣旨でご支援をさせてい,くいただきました今後もあのこういう活動を継続して、えー、広げていってまいりたいと思います今日あのい,ただいた寄付は あの食材はもちろんなんですけど今あの物価が高騰しておりまして卵とかなかなか子供たちに提供することができないのでそういったあの食品とあとあの食器がやっぱり今使い捨てにしてるので食器とかお皿とか。 お箸ととかあのそういいいったたたものに使わせていただきたいと思いますでまだまだあの駆け出しの「朝風我慢」は1年しか経っていないのでもっともっと地域に根ざした活動ができてであとはあ学校との連携もバッチリなのでもっともっとあの多くの子どもたち地域の人が聞きやすく寄ってもらえる場にできればいいかなと思っております。